じゃあ今回も、フルグの実況を撮っていきます。メンバーは一緒一緒というか続きなんです。続き今回2本目初期来たよ。これでいい？あ、俺いいよ。俺もう入っちゃったし。じゃあ入ろう。じゃあまあ俺もアルトロさあアルトロにアスラも当ててるぞ。やべこれ相方に来ても俺当てるから。ひでえ、よし自分当たり確定やってやろう。俺毎回誰かにアスラン当ててるから。まあまあ。アスランパワーあるんだ。じゃあ、キラキラパワーあるんだ。サポートを任せてください。トシソウイチローさんと。キラキラの友情。コンボか。友情コンや、友情コン。友情コン。星の、星、奥田さんじゃない、星さんの真面目なキャラ俺キラしか知らない。あれや、クローバースの、角松だっけ。知らねえよ、俺。どうしてないもん。あの、キセ君ね。あとあれや、あの、あれ、何あれ、あれ。カサマ。俺、あの、カサマ、そうそうそう。あの、俺、あの、空の、おしょうが真面目にさ、しおくん大方なんだね。まあ、組まない。セットアップとか、まあ、あんま組まない。さっきからこの組み合わせ。ドライか。ドライに対しては負けろ言って、やった、勝った。あ、これ、アルトロンがもう、アルトロン。行きやすら瞬間かわされるな。何というか近づけないプレイしてこう。とりあえず牽制で外してもいいから打っとく。はいはいはい、うい、シュートできたらいいもん。とりあえずもういいから行けやすら。おー横から来た。もうやばい、すぐ。あ、ここは死にそうや。あ、すごい。惜しい。いや、俺ね、正直ね、あんまり当てるつもりない、このシリーズ。どこかな？当てるつもりない。あ、アスラ死んだ。アスラ撃ち落とす。絶対言ったら、絶対言ったら。やばい、だからもったくもって前に出れないみたいなって。やばい、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 この距離があんまりよろしくない。そこで外れた。いえ、これあ、よくない。やばい、これやばいから。そうね、アルトロン君すごい壊せんで逃げてる。変なところにいた。近づく、近づく、近づく。結構落ちた。うわ、頭しか取ってんの。ドライかちゃんと俺全部落としたから大丈夫。全くダメも取れてない恐ろしいアルトロンでした。いや、フリーダム一回落ちたじゃん。あ、お兄ちゃん。あれね、お兄ちゃんが取って、あら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 。で、ミリ隊のところを文学で当てたっていうだけで。ダメだな。もう、3000人の前で告白すると、この年齢設定が永遠の10歳になったから。そうです。それから、俺の年齢知ってる人はさ、俺の年齢非公開にしといてね。多分、せっちゃん以外みんな俺の年齢知ってると思うけど。うん、それを多分、後で自分の動画で撮るから。ここで言うけど、めたいけど。めたいね。永遠の二十歳。永遠の、いや、俺10歳。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 20歳から。あの、割る2や。10
生ということにしといてあげる。永遠の10歳、あの、某実況、某ニコニコで有名な実況者さんも、あの、5歳児設定だから大丈夫。明らかにあの、社畜の話してるけども、自分が社畜だってこと言ってるけども、永遠の5歳設定でやってるから、某実況者さんを。ね。だから10歳あ俺はね、5、あ、俺そう、10歳。10歳。俺10歳だからよろしく。小学校何年生だそうね、あった。射撃戦。射撃戦。何年生だろうな。4か3。4年生か。4か5じゃない4か5だ。マジ、しゅんくんさ、俺の相方来たっけ来てない。来てないと思った。来てない。ゼノンと頑張ってた。あんまり当てる気ないから俺 CS なんか俺の相方でもなんかさ同じようなネタかぶりがいる俺の相方だまあでよゲットひげ、ちょっと今日のディボガンダメだ何やろ CS やろ、ジェザミで、結構当たりだわごめん、格闘拾うとしてあ、いたいはいあ、見知った、前部踏んじゃったシールをその借りてきてた。いや、一応、運気って聞いたって聞いた。運気ちゃんちった。はい。まあ、これ、全力すれば。いいぞ。なんか、不服なんだ。いや、てか、あれ、当たってなかった。おお。これ当たる。なんで俺向かう撃たんだよカチカチしてるああ、立てこれが本物の撃たの2人なんだちょっと前でよかったあああああ見せたわやめて押し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 てよくわかんないです俺見てボガン今日よくわかんないですダメだ、クズだまあ、ディナはやっぱ相方3000がいいなって2000、2号かと俺さ、シュン君の動画でまだ何使ってないのフルクロとかかフルクロクワ使ってないみんな12月期待とかってもしかして多分これ2回目ラストになるけどじゃあ俺はい入みんなそんな12月期待ってなってるいや別にガチ期じゃないってないってそこじゃガチでしょ前行ったら負けるもんピーマンピーマン、ま、前に行くことがあるクシャトリアですクシャの格闘が強いマリダさんクシャさなんか掴んで投げてビームって270頃飛ばすやんうん、2000の火力ですかそれっていうちなみにあいつは確か特化カード特殊派生でで、ゲロビンぶちかましてる笑いが入ってますそう何をやってたんか俺相手に恵まれた気がするねえ、あの、俺相手に恵まれなかったわハイニューか、まあ、ハイニューのか、まあ、乳がんよりかはまだマシに動けるやん。相手にも、まだ、ラファエルとクサとかクサ野郎じゃねえか。やべ、アップダブダブ。ジョン置いといた。ふざけんな。なんでこっち来んの来るか来る。おっと、ダンゲーム
ひっついた。え、今取られるの？ないわ、それ。はい、ごめん。いけファンネル、いけファンネル、いけファンネル、ファンネルが落ちる。いけファンネル、おし、やっぱりな、タイミングがある程度削れるまで終え。今誰かの、まあ、なんかミサイル飛んできたね。知らない。クルコンコースがもっとミサイルにかぶせる。あー、今のシエサ飛んでいく。フラビー超強い。逃げるか、フラビー怖い。行くぜ。あ、来た。あいみょん落ちてもらえば、アイアルデスクなんねえか。だいぶ荒らした。だいぶ荒らした。行きなこと。アフロ。当たるな、デカブツだと。当たるね。よいしょ。あっ。完全タイミング無視だったです。ねえ。じゃあ、そら変なことしたら俺も近いのかな、あと。ラファエルっていう悪魔のタイミングで。でね。いい、はい。ガザブプスレアシュン君のござい。あー、違う。あー、親だなお前。なんでいいのか。ほら、何か悪くて。うわ、あとも1万2000で負けた。俺1万1900。やっぱり、5000円。言ってることあるやろ。俺だってあったよ。1万2000円で負けたぞ。だって、ガイジで1万4000円取って負けたんだからな。1万2000円で負けたぞ。